っ張るっていうのも作戦の一つだったんで、うん、分かってたんですけど、それでも離れちゃいました、ね、申し訳ないです、まあ、もちろんそこはもうすぐ追い上げて、もう、うん、追い上げないと、はい、いやまあ見てる方はまあそのリカバリーだったり、そこから後の仕事振りは見事だなと思いますまあでもリカバリーする必要ないですからね、ついてるから遠く、うん、はい、のミスなんで、うん、そのやっぱり最初のところはそのしっかり詰めておいてというところかな。そうですね、はい、まずそういうミスをなくしていかないと、はい、しかし足そのものはその後も、まあ、まあ長尾さんを決めたり月森さん、いやまあ勝手に引いててくれたんで足使ってなかったんで、うんうん、はい、余裕も残しながら、そうですね、まあ守護はしっかり頑張ってくれてたんで、なんとかします。はい、最後は綺麗にもうワンツーだなぐらいの感じだった。いや結構外来てたんで守護垂れてきてたんで、うん、どうだろうと思いながらなんです。ワンツーです。ワンツーですね、うん、まあ二条線のそのいわゆるメインというか11で、はい、なんとか決めれてよかったですね、うん、いやその常々無事に走りたいというのとレースの無事に走るのは理想なんですけど、でもまあ、はい、まあ今日は自分のミスで危なくしちゃっただけなんで、うん、はい、でより、まあ、より無事に走れるのを求めつつ、そうですね、はい、しっかりミスなく走る、うん、はい、でまた準決で、はい、そうです、いいです、はい、明日もしっかり頑張ります、はい、ありがとうございます。